こんにちは、くまみきです。今日はですね、今海外でなんか彼氏が彼女にメイクするチャレンジっていうのが流行ってて、でちょっと私も男の人にメイクしてもらってみたいなと思って、今日はこの方をお呼びしました。カリスマダンテ先生です。僕はね、もうプロなんで全然どんなジャンルでもね、どんなジャンルでも任せてください。じゃあ普段やんないのがいいな。じゃあもう清楚系で、じゃあ俺がこういう彼女は欲しいっていうメイクでやります。あ、でもいいかも。男性目線で受けがいいメイクってことだから、多分俺は多分全般的なあれだから、うん、じゃあそれでカリスマダンティにお願いします。まず何かね。あ、分かる分かる。じゃあいい、やっていい。カリスマですもんね。本当に何も言わないで。何も言わない。本当うまいから。何も言わない。本当うまいから。もう任せていいから、これから。これだよ、まずベビー玉を、ここに乗っけます。これ何だっけ、スポンジ、マシュマロで、マシュマロをまんべんなくつけましょう。かわいい。あ、眉毛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 、やばいやばい。なんかめっちゃおでこに乗ってる感がある。あ、でも俺うまいね、やばいな。天才だ。鈴木すのこの天使。懐かしい。これ首の下って普通やんないの？それはもうカリスマダンテ先生が。でも首もね、こう喉仏を隠して。あ、そう、私喉仏あるの。え、なんで？ちょっとね、それも。めっちゃ喉仏潰されてる。ああ、俺うまいね、やばいな。これ今、ね、コンデンなんとか。あれ、これ色違くねえか、これじゃねえの。あ、なるほどね、これだ。先生は困ってな、何でもできちゃうし。いや、笑ってる。これ違うわ。あ、こっちだ。じゃあ合ってる。ごめんね、今日家にあるもん全部持ってきた。お、うん、いいね。疲れるね、メイクって。やめ。疲れるね。いや、合ってますよ今のところ。なんかもうやばいっしょ。え、メイクって普通何時間ぐらいやるんですか？お客様は30分くらいちゃんとやったら、30分目安に頑張ります。次は、まあフェイスはもう整ったんで、うわちょわちょ、あ、どうしよう。あ、これノリか。ノリノリノリ、あれでしょ、あのまつげ合ってるでしょ。これなんだこれ。あ、これパーティー用か。ダメだ、今日はね。まず、じゃあチークやろうか。チーク。チークうますぎてやばいから、ね。ワンパウンドしたら。やだ。待ってよ。え、お客様何色がいいですか？いや、もう、それはもう合う色を選んでいただいて。はい。じゃあピンクだからピンク。ほんとね、受け狙ってないからね。マジで本気でやってるから。ああ、いいね、いいね。おい、やべえ。俺天才だ。おお。絶対ワンパウンド。お、いい、いい。お、いい、やべえ。天才だ。つけまつげ、俺好きじゃないんだよね。俺全然つけまつげする必要ないじゃん。いらない、うん、で、なんかさ、こんなやばい人いるじゃん。うん。ピシって取りたくない。私か。お、なんだ、こんな簡単だっけ。あ、とりあえずこれ。うわぁ、なんで。お金決まった。大事だよ、優しくするの。待って、捕まる。動かないで。どうすればいいの？怖い。やだー。やだー、怖い。動かないで。待って、呼吸を。待って、まつげ、その呼吸を止める。あ、塗るか。マスカラ、マスカラ。多分ね、面白くないと思うんだよ、うますぎて。これ眉毛して分かるよ。だってクレヨンだもんね、これ。俺天才でやる。あ、違うか。待って待って、これパーティーメイクでしょ。あ、これだ。じゃ猫踏みするね。うん。いや、
んだけど。じゃあ待って、なんだろう、なんでこううまくいかないんだ。これ違うんじゃないこれ。ちょっと待って、遠くから見る。じゃあ見せて。